あの日生まれた地へ。僕にとってプロデビューの地なんで、すごい感慨深いところですね。あそこに戻るしかないですよね、 K1 は。はい、反逆のプリンス、ヒロヤ。 K1 史上最年少、15歳でプロデビューし、あのマサトも天才と言わしめるほどの逸材。彼はまさに日本格闘技界の宝だった。そのヒロヤも22歳になった。 K1 が日本で行われなくなった時も、いつか再びあのリングへ立つことを信じて戦い続けた。ヒロヤ選手の入場です。そしてついに。絶対出たいと思ってたし、僕が真ん中に行きたいっていうのは本当に思ってたんで、はい、今回このチャンスがすごい、はい、嬉しいですね。もう最強の15歳ヒロヤではない。これからは。マサト選手がいるから見るっていう、そういう多分見たい選手になる必要があると思うんです。その真ん中に僕は絶対立ちたいなっていうのは思ってますね。相手は豪州の核弾頭、マイケル・トマホーク・トンプソン。多くの強豪選手を輩出してきたオーストラリアで人気実力急上昇中。自慢の強打でヒロヤを食えば、その名は世界に知れ渡る。 K1 ニュースターの誕生なるか。ラストチャンスじゃないですけど、本当に後がないと思ってるんで、改めて、まあ、ヒロヤはこうなったって、今のヒロヤを知ってもらいたいですね。新生 K1 の新生ヒロヤ、どんどん切り開いていきたいですね。生まれ変わったプリンス、もう一度 K1 の黄金時代を作る。アンダー65キロ初代王座決定トーナメント1回戦、ヒロヤ VS マイケル・トマホーク・トンプソン。